久保さん今回あの7つの習慣3000万部ぐらい売ったスティーブン・ R ・コビーさんのね言葉にしましょうか問題点が自分以外にあると考えるならそ,れその考えこそが問題だとまあねこの億万長者合宿でね自分のうちうちなるみたいなね ワードがあるんですけども、まあ、まさにこれに精通するかなと思うんですけど多くの人は問題が、まあ、外にあるんじゃないかなっていうところにあの考えてるんだけどもそのその考え自体がね問題であるとこれはやっぱ的を得てますねうんだから手持ちのカードを使いましょうと手持ちのカードは何なんだと要は外にいろんなカードを求めるんじゃなくて今自分ができることは何なんだろうと 今は自分が持ってるものは何なんだろうっていうのを、まあ、考えてやっていくっていうことがまず、うん、千里の道も一歩なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい